自称解説ということで、はい、なんか解説してください。今回のね、俺の衣装なんですけど、この生地にしたくて。面白い生地だね。キルティングみたいな、うん、キルティングみたいなって言うと、これ噂によるとこれ一個ずつ縫い付けたって、うん、そう、全部縫い付けて、あとこれガチなんだけど、このラインも全部縫ってる。そうそうそう、言ってました。このままだと白がくっきりしすぎてるから、ちょっとスプレーでぼかしてもらったり、うん、結構ね凝って作ってました、うん、この襟のところはパーで、これね最初ここもこれだったんだけど、ちょっとポイントでつけてもらいました。シャツはこれです。これ可愛くない？なんかすごいね、両方の生地めちゃめちゃ立体的だね。そう今回これ斜めにね、このチャックがすごいね、なんか装飾も珍しい。あとこのポイントが今回このリボン、ひもですね、ひもリボン。あとこれね、今ちょっと靴下がダサいんだけど、足にもこれリボンですね、ついてます。かわいらしい。あとこの、これが大好きなファー、そう、これがいいんだよね、毛布みたいな、かわいいじゃん、色が濃い。あとこのセクシーなレース、俺セクシー系、ああ、ほんとだ、てんこ盛りだ。そう、セクシーなレースで締めてます、うん、いいですね。後ろ、はい、後ろの肩の後ろはね、うん、ドラム叩きやすいって感じで作られてます。可愛いですね、うん、あとそうだ、今回ね襟がねめちゃくちゃアップ、シャツの襟ダブルで、はい、でジャケットの襟があって、はい、襟みたいな、たくさんあって感じで作ってます。はい、あとやっぱ腕章かな、今回は赤に黒ですね、赤黒で、はい、こんな感じになってます。ありがとうございます。どうですか、衣装も含めて楽しんでください。サイレントですか。どうか。もう疲れ切ってますけど。どうか。どうか。ただいま12時5分前でございます。はい。10分前か。ゼウス MV 撮影でございました。で、今回衣装解説ということで、はい、僕の今回のゼウスの衣装を紹介していきたいと思います。はい、僕の場合はね、ほんとシンプルイズザベストで、こうスキニーのパンツにダメージが入ってて。はいはいはい。レッドにワイシャツなんですけど、はい、ワインレッドでテルテルの素材で、これがねちょっと粋な計らいで、おチャック楽だね、していただいてるんですよね。大人っぽいですね。ただ脱ぐと、おぉいいっていうライブしやすそうだ ね、中がタンクトップになってると。でこのアウター、まあ、ジャケットか、うん、がナポレオンで、はいはい、テロテロした素材で、うん、割とかっこいい感じ、はい、あれなんですけど、これがねポイントでね、よく見ると花柄なんですよ。そうね、なんか柄があるね。そうなんです、これが理想だったんです、うん、よく見たら見える、はいはい、みたいな、遠くから見るとちょっと紫っぽく見えるのかなみたいな感じなんですけど、うん、近くで見ると花がある、よく見ると動きがある柄になってますね。そこが僕のこの衣装のちょっと今回のポイントかなって感じです、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ続きどうぞ。ズンとか今日6時からメイクして、はい、もう12時でやっともう帰れると思ったらこんな動画撮らされて、はい、衣装解説です、ね、今回は何て言うんでしょう、ちょっと強そうだ、ね、僕のファーストインプレッション、ガノンドロフのイケメン版、はいはい、そう、なんかちょっと強そうにしたくて、ダブルのジャケット長いのみたいのにベルト巻きつけてもらって、でマントみたいになってましたね、はいはいはい、ちょっと後ろマント巻いていいですね。ここよ、このね、このラインが僕は好きなの。ガノンドロフっぽいでしょ。見て皆さん。そう。これ。ガノンドロフはあんま分かんないけど。ちょっと和のテイストが入ってる気がするんですよ。それが好き。でもそんな感じだったかも。元の。そうそうそう。腕はなんか普通にただの長袖なんですけど、レザーっぽい感じのでアームカバーっていうのをつけてもらって、まあズボンはダボダボでって感じで、いつもより。リブはこれ閉まってんの、キュッて。あ、いや、靴下入れてるだけです。ああ、でもそれがまたいいっすね。これでアクト2回るんで、ちょっと大人っぽい感じにしてみました。また一味違う定価を。そんな感じです。あとこのこれがポイントです。かわいい。かわいくしてもらいました。チョウちゃん、そう、そのチョウちゃんで見せたいわけじゃないので、あ、そっちじゃない、ちょっと紐の方ね、そう、かわいくしてもらいました。かわいいっすね。じゃあそんな感じでした。はい、バイバイ。はい、お、エロいな。大丈夫か、 YouTube 載せて。女子高生かわいい女子高生。親父やないで。はい、ありがとうございます。こんにちは、おはようございます、はい。
いいです。僕の衣装のポイントなんかを説明しようと思うんだけど、はい、結構ハッピーやろうみたいな色味をしてます。今回さ、みんな各々もう色も柄も形も何もかもバラバラで自由でいこうって言って、うんうん、みんな各々送って出来上がってみたらみんな黒でお願いしててさ、そう、そう利用だけ派手な色が。ちょっとやった感はあるよね。いや全然なんかヒデさんみたいでいいけどね。外装チェック。はい。まずは。ごめんなさい。これ編み編みで、編み編みっていうの、うん、リボンっていうのかわからないけど、ここがあって、ここが出てて、はい、これ気合ですね。うん、これはもう本当に気合、うん、ゼップに向けて俺のモテるすべての気持ちですよ。柄に柄、うん、ここに柄、ここが開いてます。あ、鎖肩びらつけてる、うん、待って、鎖肩びらだこいつ。いつ誰に着られてもいいよ、ね。はい、すごいね、なんかいろいろついてるけど、腕にもリボンみたいなリボンがついてて、フロントの部分のハーネスみたいなのは何ですか。これこのザラザラのチェーンがついてて、紐、紐といえば SM みたいな。SM 大好きですもんね。M を普段ド S なんですけどね。エモいな。普段ね、自称ド S のリオさんなんですけど、本当は攻められるともう終わる。いや、こうしてほしいってことですね。そうだね、基本的にはリオのこと縛りたい方はね、コメント欄に書いてくれたら、ちょっとそういう企画もできるかなと思うんで、お願いします。ボディサスペンションでも一緒にしましょう。フリフリですね。はい、可愛らしい、ありがとう。かわいい。誰だこいつ、誰だ。あった。ででん。あ、師匠、お疲れ様です。お疲れ。じゃあ今日は衣装の解説をしてもらうということで。はい、ゼウスの衣装です。はい、僕はですね、今回生地とこの柄が好きなんですよ。うん。ちょっとチェックっぽい、ね。ちょっとグレーのチェックみたいな感じと、まあいつものちょっとスケルスの腕章に似てる。これ違うやつですよね。うん。そう。あとインナーはちょっとテカテカの、なんか本当は最初エナメルっぽいイメージだったんですけど、うん、夏なんで死ぬじゃないですか。そうだね。で動きやすい感じに。なってて、でもこれでも今回なんでかわかんないけど、みんな夏なのに暑そうな衣装にしちゃったね。暑い。でここがちょっとこうやってなんか詰まってってね、うん、で曲がってる加工も好きで、これがポイントかな。ちょっとかっこよくない。強そうだね、忍びっぽい。ちょっとあの、うん、スタントマンのつもりだから。それは違う。ハーネスチックな、この装飾もお気に入りで、チェーンもついてます。めっちゃこうやっちゃう。MV 撮影中これ多分100万回やってたから、ずっとこうやってた。こういう遊びができるんだね。ずっとこれ一人でぼーっとこれやってたら、なんかあのいろんなスタッフさんの目があって。ゲーム性がある衣装ですね。あとはね、インナーっていうか、こうやって見てください、腰にこういうのを巻きつけられてるんですよ。あ、これは巻いてんの。そう、巻いてんの。普通にこうやって後ろもなってて、はいはいはい、よくない。ちょっとスカートみたいな、ね、そうそうそう、巻いてちょっとおしゃれな感じで、うん、過去一お気に入りかもしれないぐらい結構好きです。いいじゃん。はい、こんな感じです。じゃあゼウスの、はい、ありがとうございます。はい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 、そんな感じですね。ゾディアクトテイルアクト1を終えて、ゾディアクトテイルアクト2に向けて動き出してるんですけど、うん、見ての通りアクト2はですね、このゼウスな感じでいきます。はい。ぜひチェックしてほしいなと。7月にですね、イントグレートニューエイジという、はい、フリーワンマンが、ゼウス初のね、うん、フリーワンマンが3カ所、当面半でありますので、ぜひ気になっている YouTube の気になってくれてるそこのあなた、ゼロフェルスの音楽を体験しに来てみてください。はい。そんな感じでまた明日会いましょう。ありがとうございました。理想は叶い、それが真実なんだって見せてあげる。 I never stop you, stuck my dream。 叶えられないこともあるかもな。でも叶えられることも必ずある。昔から夢もなく周りに